Thank you.
だった時代ももう10年前ですね。いやですね。元気してるかな？そのつもりだったんですけど、ね、反応がなくてね、ちょっとどうしようかと思って無言の時間が生まれました。
いやどうでしたこの卒業してからの8年間7年間9年間9年間私はこの辺に立ってえ5年5年あ5年どうですか何か変わりありますあったかい飲み物が美味しくなりましたあーなるほどねあのちっちゃい頃は熱いお茶出されてなんでこんな熱いねみたいなのあるよねお店のね大人になったねよかったね味覚だけ、うん、あ体力も大人になりましたねそれどっちの意味であのダメになりましたダメになりま動けなくなりました、はい、じゃあ頑張ってありがとうございます、はい、どうですか椎名さん大丈夫ですかこの卒業してからの3年3年です、ね、3年、うん、あ、マイク使えるよあ、すいません、ありがとうございます4曲目も使います今僕大阪に住んでないんですけどちょっとスタジオがなくて全くドラムに触れなくなった結果体重の増減はないんですけどちょっと筋肉がほぼ全部落ちて脂肪だけ残されてしまった形となりました変わってしまいましたもうあの頃のシーラはいないんだねそうですねもう今となっては一曲叩きタバコ吸いたくなり帰りたくなりみたいな帰りますかそうですね今日はもううまいタバコ吸うためにライブしてるんではい本日はよろしくお願いします楽しいお酒飲みましょうということで主催者なんかどうですかこの卒業してからマイク卒業してからですね現役の時僕87キロの体重だったんですけど今69キロでおおになろうかなとおー僕今日初めて知ったんですけどボディービルの大会に出るんですか来年そのために今やってるんで素晴らしいめちゃくちゃ変わりましたねじゃあこの7年間そうですねめちゃくちゃ変わりましたねでも今が一番大丈夫だってさ運動はしないといけないってことですねどうですかボディービルそこまでいっちゃう会社の隣、うん、向かいの席のおじさんが中国人の人なんですけど、うん、ボディービルの大会出てました、ライバル教えてじゃあ教えてもらってください頑張りますこいちゃんはどうですか僕はですね、私生活は特に変わりなく変わりなくもうずっと体型も変わらない新卒で入った会社が倒産しまして、ね、音響っていうところなんですけどスピーカーとかアンプとか作っててでもその倒産する直前に買収されて今アメリカの会社の子会社になってまだずっと音響の製品作ってるんですけどちょっと自己紹介するときに外資系ですって言ってちょっとかっこよくなれるっていう感じのまああれですねそんな7年間でした、はい、まあ皆さんもねご結婚されたりとかもうこのね卒業してからの間で、まあ、変わったこととかたくさんあったり、まあ、会社で転職したりとかいろいろあると思いますけれども、まあ、辛い時は泣いていいんだぜという曲を皆さんへのエールの曲を次やっていこうかなと思いますボイズメイクライという曲をI'm not afraid to die.
Thank you.
知らない曲をやらせていただいたんですけれども、なんでかっていうと、ここは休憩時間なわけですね。まあ、休憩時間じゃないけど、聞いてやりたかったんですけど、まあ次の曲でぶち上がってほしくて、真夏にしていきましょう。真冬ですけど真夏にしていきましょう。思い出していこうぜっていうことですよね。で、楽しい酒を飲みましょう。準備はいいですか？準備はいいですか？エレクトリックサマーで結構。
30分でみんな片付けしましょうね。30分で片付けしましょうね。
ありがとうございました。